はい、どうも、トラキチの無課金ハオロード阪神純正編です。今日でログインが、1068日目ですね。はい、現在2022年、5月20日の15時3分なんですけども、今回はですね、こちらですね、ちょっとお知らせの方を見ていただきたいなと思うんですけども、はい、来ました。お知らせでミキサー開催中ということで、ミキサー来ましたね。はい、もう待ちに待ってましたんでね、今回ちょっとねやろうかなと思います。まあ S ランク自チームミキサーを2回、A ランク自チームミキサー3回やりたいなと思います。はい、やっと来ましたね。5月6日まで、ミキサー来ましたね。めちゃくちゃ嬉しいですね。はい、待ちに待ってました。はい、あとまあ活躍選手予想とかも来てますね。はい、プロスペースマンスリー感謝祭2回目もね、ミキサーやった後に、やりたいなと思います。はい、ミキサーこれですね。はい、久しぶりにここ明るくなりましたね。残り108日23時間ということで、まあとりあえずミキサー、A ランク自治ミキサー3回 S ランク自治ミキサー2回やりますんで、一応欲しい選手確認しておきます。まずは A ランクですね。 A ランク自治ミキサーを3回やるんですけども、欲しいのは、このアルカンタラ選手。アルカンタラ選手現在 A ランク1枚 S ランクなしということで、まあ、S ランクもねもう実装されてますんでね、ぜひまあ、5枚A ランク最低でも5枚ですね。まあ称号を言うて6枚ですんで、あとまあ5枚欲しいなと思ってます。現在1枚しかありませんので、ね、であとまあロハスジュニア選手が称号用がないということで、今回まあ来てほしいなと思いますね。まあ3回やりますんでね、まあ、アルカンタラ選手3回とも来てくれるのがまあ一番いいかなと思います。はい、それではとりあえず A ランク自治ミキサー3回いきます。はい、久しぶりですね。はい、いきたいなと思います。まあどっからでもいいんですけど、上からいきましょうか。 1,2,3,4,5、欲しいのはアルカンタラ選手欲しいです。まず1回目お願いします。さあ久々のミキサーアルカンタラ選手来い。さあ久しぶりですね。 A ランク自治ミキサーも S ランク自治ミキサーもね。さあ一発目アルカンタラ選手来い。うん、ロフスジュニア選手いいですね。はい、これでまあ称号用、1枚取れましたんでね、まあ、これは良かったかなと思いますね。はい、いや一発目いいですね。はい、それでは2回目いきます。あ、危ない危ない。1,2,3,4,5、アルカンタラ選手ですね。はい、来てほしいです。お願いします。2回目、アルカンタラ選手来い。さあこの後ね、S ランク自治ミキサーでね、アルカンタラ選手出る可能性もありますんでね、ぜひ A ランクもなるべく多く欲しい。アルカンタラ選手来い。青柳選手、はい、青柳選手はね結構ね、称号を持ってるんですけどね。はい、まあまあまあいいです。はい、はい、2回目は青柳選手でしたね。それでは3回目いきます。最後ですね。1,2,3,4,5、これですね。はい、アルカンタラ選手お願いします。いきます、最後3回目お願いします。アルカンタラ選手来い。さあ3回目、最後 A ランク自治ミキサーの最後、アルカンタラ選手来い。ああ、青柳選手か。はい、うん2枚来ましたね。はい、今日だけで2枚行きましたね。はい、結局、ロハスジュニア選手、青柳選手ということですね。まあアルカンタラ選手は来てくれませんでしたけどね、まあ、まだ何回かやれますしね、まだプレゼントボックスにもね、 A ランク、あの他球団の A ランク選手ね何名かいますんでね、そちらもまたやっていきたいなと思います。はい、それでは S ランク自治ミキサーやりますんで、欲しい選手確認しておきます。いやー久しぶりですね、嬉しいですね。はい、一番欲しいのは、まあ、被らなければね基本的には誰でもいいんですけども、一番欲しいのはこの伊藤選手ですね。伊藤選手は A ランクを7枚レベルマックスで持ってますんでね、ぜひ来てほしいなと思います。 S ランクは持ってません。はい、でまあアルカンタラ選手はまあ A ランク1枚しかねまだ持ってないんですけども、まあ後々ね、A ランク5枚6枚と集めてね、極みで称号つけてオーダー入れたいんで、アルカンタラ選手もまあ来てくれてもいいかなっていう感じですね。あとはもう被らんかったら誰でもいいです。はい、もう近本選手、マルテ選手、岩崎選手以外で来てほしいなと思います。はい、それではいきます。いやー嬉しいですね。はい、S ランク自治ミキサー2回いきますね。はい、もう下からいきましょうか。これはね、1
1、2、3、4、5、伊藤選手一番欲しいです。お願いします。いきます。1回目、伊藤選手来い。さあ久しぶりの S ランクジジミキサー、1回目、基本的には被らんかったら誰でもいいですけども、欲しいのは伊藤選手。来い。ああ、いや、被った。いやいやいや。いきなり、いきなりやな。マルテ選手ね、持ってますわ。いや、いきなり被ったな。そうか。まあまあまあ、ありますからね。これがあるんがミキサーですからね。はい。まあ、しゃあないですけども。まあ、待ちに待ったミキサーで一発目でね、マルテ選手、被ってきましたけども。いや、なかなか、いや、厳しいな。やっぱり。うん、厳しい。はい。いきなり被りきましたね。はい。近本選手とマルテ選手と岩崎選手、この3名しか持てないんですけどね。その3名のうちの1人来ましたね。うん、残念やな。ちょっと怖いな。次大丈夫かな。はい、マルテ選手はまだちょっと置いておきますね。はい。2回目、今回の最後ですね。1、2、3、これね、前の大山選手なんでね、入れます。5枚、これですね。この5名でいきたいなと思います。まあ、一発目ちょっと被りましたんでね。いきなり被ったんでちょっと怖いんですけども、行きたいなと思います。被らず来てくれれば誰でもいいですが、一番欲しいのは伊藤選手です。行きます。2回目、お願いします。さあこれで最後、今回最後です。被らず来い。さあちょっともう被らんといてよ。伊藤選手来てほしいけど、被らず来たら誰でもいい。さあ、ダメ。2回目、カブロナス来い。おー、アルカンタラ選手、いいですね。はい、いいですよ。はい、外国人2名来ましたね。マルテ選手、アルカンタラ選手、アルカンタラ選手は、まあ、先ほども言いましたけどね、 A ランク1枚しかないんでね、こっからちょっと必死で集めていきたいなと思いますね、 A ランクね。はい、いや、これ嬉しいですね。はい、いや、アルカンタラ選手良かったですね、これは。はい、一応ちょっと能力見ますね。いや、嬉しい。はい、中継ぎ適正ですね。はい、球威74、制球77、スタミナ75ということでね、まあ、同値とかも、ね、狙えますしね、まあ、まだ A ランクないんでね、称号用も何もないんですけども、まあ、とりあえず極めにできるようにね、A ランク集めていきたいなと思います。まあ、一応先発適正も S ですんでね、はい、ストレート、スプリットとかね、ツーシームとか持ってますんで、いやー、これは良かったですね。ちょっと一発目ね、マルテ選手やったんで、びっくりしましたけども。久しぶりのミキサーでいきなり被りましたけどね。まあ、アルカンタラ選手来てくれたんで良かったかなと思います。はい、良かったです。はい、それでは最後に、プロスピューエースマンスリー感謝祭の2日目ですね。これ行きたいなと思います。1回目は B ランクでしたね。はい。それでは行きます。2回目、お願いします。渋そう。さあせめて A ランクでも来てほしい。守備かな。おお、 A ランクやん。そうなんや。端来い、アルカンタラ選手来い。上沢選手、はい、上沢選手来ましたね。はい、日本ハムです。はい、あ、でも A ランク来ましたね。2日目にして良かったですね。はい、これは良かったです。はい、今回こんな感じですね。まあ、ミキサー、久しぶりにね、ミキサー来ましたけども、A ランク自治ミキサー3回、S ランク自治ミキサー2回やりまして、まあ、S ランク自治ミキサーね、一発目かぶりましたけども、いきなりかぶりましたけどね、2回目で、見事欲しかったアルカンタラ選手来てくれましたんで、まあ、非常に良かったかなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで、見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロード、阪神銃声編でした。